手前が、パチンコで奥がバスロー。この辺か。一旦ちょっと後ろ詰まってる。お願いします。おはようございます。おたんを探せ。お、麻雀ホワイトクラブシーン一旦取ったよ。あっちでもいいよ。俺ジュン滞在があるから。え、じゃあこれいいよ。俺ジュン結構好きだよ。あ、じゃあいいよ。俺もこれ好きだ。ホワイトクラブ今好きだもん。いいよ、俺もこれ好きだよ。じゃあ今週お願いします。ちょっと、番号がすっごい遅くてスロットいいの空いてないと思うんですよね。せいや行く？あ、スペシャル？一旦行こうか。スペシャルだけど。なんだよこれ。何これ、何なの？傘さしておめえ、これ家の中で。新しいスタイルだね。うち屋根ないんだから、しょうがないよ。しかも俺らすげえ待ったよな、まあ、2人でこの雨の中。え、ごめんねって言ってやん。知ってんだよ。何今トイレで。ね、やめて。トイレで。トイレで何をしてんの、うん、髪の毛洗ったろ。え、マジ。こうやってこうやってシャンプー、なハンドソープでこうやってシャンプーしたんだろお前。なあ、頭洗わせたっつって。してない、洗ってきたよ。サラサラじゃん今。何言ってんの。洗ってない。あ、そうだ、洗ってサラサラで。え、サラサラ本当。なんでサラサラなの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 。なんで串あるから。あ、ここ初めて、生まれて初めての串。やってあ、よかったね。あ、よかったじゃん。何で串やっても笑われるわけ。姉ちゃんが串を覚えた。レベル上がった。今まであんまりしたことなかった。そうだね、女子力がレベルアップしました。やっぱ女の子であってほしいから。いや、今回こそはと、はい、いったところで、ね、はい、何を打ちましょうね。ね、本当に何言ったら勝てるんだろう。あどうやったら勝てる。いや、いや、そんな怯えるの、俺リノじゃねえんだから。ちょっと何俺はリノポンじゃねえぞ。おとんだぞ、怯えるなよそんな。リノポンだとちょっと怖いから。怖いんだ。おとんだったら大丈夫。おとんはできる。うーちゃんしっかりしろよ。あの真似してるよ。怖くないからね、リノさんもね。今日ちょっと大丈夫。ちょっと怯えてるよ。おとんだよ。大丈夫みんな優しいよ。うーちゃんじゃない、あのうーちゃんペロ何にすんだよ。これはジョンで俺その代のファイトクラブシーン落ちます。いいじゃん、音得意だよね。はい、でちょっと離れたところで姉ちゃんがせいやのスペシャル、スペシャルの撮りますね。これさ、大きく勝ってさ、姉ちゃんに必要なのは何だい。女子力を上げ、もう一個上げるのに。もう一個、もう一つ女子力を上げるのに。もういいでしょ、髪の毛サラサラだから別に。コンディショナーとか知ってんの。コンディショナーコンディショナー今までシャンプー特殊しかないから、だから今日たくさん買ってコンディショナーを買います。ポイントに知ってますけど。知ってますけど。知ってるだけでしょ。知ってるだけだね。買ってくれじゃん。じゃあたくさん買ってコンディショナーのために頑張ろう。これはデフォルトか。デフォルト青です。まあいけますけど。どんなパターンでもいけますけど。
まで12キロ。なんか強いよ。当たるんじゃないこれ。ねえ。当たりそう。あれ嘘だ。あら当たるよ。当たりました。早っ。え？あでもメダルがない。なくなっちゃった。めちゃめちゃ速いです。184ゲーム。天井を行くと思ってたから。びっくりしました。さあ、1回目の、ジェネラルバトル。普通にこれは勝てばいいのね。参戦、ご一緒。はい。星6000円です。さあ、締め、50%をやめて。そうですね。そうだよね。締めだもん。ちょっと弱気じゃない？弱気だよ。これは大、強攻撃は来ないんじゃないか。はい、弱攻撃でやられると見せかけて、よし、一戦目突破、よし。画面が広がる今の。さあ2戦目をなんと突破しました。赤とか金とか背景いけまーす。あ、いいよ、でもチャンス、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 いったか。あ、ブルブルした。はい、や、ありがとう。マジ？本当に？こんな簡単に 50% 盗難でしょ。よいしょ。え、でもできすぎじゃないこれ。スペシャルなんだけどね。いや、いいです、いいです。やっとサクッと3戦突破してラッシュです。今週は6本かけていけます。これは何だっけな、 V をストック揃えていくやつだったよね。あ、なんだ、当てまう、どろい報告。あ、いいね、いいね。はい、 V ストック1個目。あ、戻るんだ。花揃いで戻る。あ、ごめんごめん、ほうほうほう、すいません、夢中になって。普通にゲーム戻ると、読み通り、挟む、挟んでみる。よし、3つ目です。ナイス。まだ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 欲しい。カットインを出して
ベルの連続で取れることもあるのか。あ、取れました。まあ、このボール戻らないのね。7ゲームラスト。ゲーム数は止まる、あ、計算するのか、止まらないんだ。あ、終わった。ラスト、ラストこれ欲しいです。あ、ダメだ。4つですね。いいのかな、いいのかはちょっと分かんない。よ、ちょっと遅い。Vストップ4つでラッシュでございます。いや、ね、おとんが選んでくれた台ってね、結構ね当たるというか、なんかさ、本当に昔に置き時を打った時に結構負けてたんだけど、ほとんど選んでくれた置き時でまくるっていうのを、奇跡があったわけ。もうすごい、本当に。30ゲーム。はい。30ゲーム。はい。あ、でかい。でかいです、やっぱり。50ゲームです。はい。40ゲームです。ダメ。最初アイザック。おお、いけた。あ、技出してくれたよ。でかい、でかい、おいしいゲーム。え、順調ですよ。さあ、バトルです。ここでの恋愛役どうでしょう。今日ザッケリー、あー、上の人でしょ。これは怖いんじゃないかな。あー、まずい、これまずい。上いたされて。いや、でもこれはしょうがない。でも頑張った、頑張った。889枚です。あ、違う、こっち、次。これもデフォルト画面やった気がするな。黄色ですね。ちょっと遠いですね。大丈夫だと思います。これ以上無理だ。あ、大丈夫です。うーちゃん無理だって、これ以上は。やめてください。姉ちゃん、なんかあったのかな。姉ちゃん、なんで。いや、急に櫛なんか使われたってさ。すげえ車の中でアピールしたじゃん。俺は初めて見た。使ってたなぁ。こう、カバンの中からバカッと出してバカッて上げてさ。ねえ、アピールことなかったよな。初めてだろ。初めて。なんだあのアピール、なんかあったのかな。なんかあったのかもなぁ。なんだろう、何やったと思う。多分だけど、うん、好きな汚いおじさんが見つかったんだよ。なぁ。おじさん、マジかよ。姉ちゃん大好物じゃん、汚いおじさん。本当に大好物だろうけど、ちょっとやっぱ弟としては複雑だよね。
そのジオンってまず、うん、何を目指すゲーム性なのかが俺さっぱらかな。まず基本的にはチャンスゾーンに入れて、チャンスゾーンに入れて、はい、でまずギジボーナスっていうのかな、はい、ボーナス当てて、はい、そこから AP を目指す、を目指すんだけど、じゃあその AP ボーナスを経由した AP に行かないと、うん、そう、もう増えない、ボーナスでメダル当てて増えないから。あ、じゃああれかな、バリー AT にそのまま行ったりもするわけだ、ボーナスを経由するのは。直撃あったかな、大体。でもチャンスゾーンが2つあって、うん、そのチャンスゾーンの対象はボーナス、そう、あだと思う。でも直撃もあったかもしれない。じゃあまあメインのルートはボーナス経由しての AT、うん、そう。でもこれが、あ、そう、チャンスゾーン経由してボーナス行って、これがチャンスゾーン。で、朝日リセットされてると、はい、チャンスゾーンに行きやすい、なんだっけ、なんとかモードに行くんだよね。ということは、だから多分リセットされてる。リセットされて、うん、行きやすい状態から今このチャンスゾーンに行ったと。そう、だから多分リセット濃厚だと思う。俺多分強気だけど。マジで？うん。なんで？いや、こんな頭から95多いって。ああ。95か。あの振り分けがあるんだけど。うん。何十五っていう振り分けはなかったけど。確かにあんまり変わらない。30か50だって感じ。マジか。前日は。いや、前日出てんだよ。だから。ぼちぼち感じだから、それはあの悪くないって。なるほどね。このチャンスゾーンは、低い方。ちょっと待って、赤まで行ってんじゃん。赤まで行ってんじゃん。大丈夫だ。赤が行きゃもう大丈夫だろう。赤で、ジオンの赤は行けるとか、あとこの発展先の機械とかな。あ、絶叫度、絶叫度高い。ユイストーリー。これ、当たるかもしれない。外したらちょっとショック。いやでも今のとこチャンスアップない。外したあらら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 ら、ら、ら、これはチャンス逃したな。いやこれは痛い。ペロって映画とか見るの？移動中。移動中は見ないね。どっち映画見るんだ。これそのまあ見るというか、あ、リッチ1数万待ちメンピンジョナさん見るというか、まあ最近あの iPad に映画を入れておいて、でまあイヤホンして、まあこう目閉じながらとか、だから吹き替えにするわけ。字幕だと目通したら分からなくて、そういう感じされないんですけど、その吹き替え版の映画ってあんまないんだよね。あ、そうなんだ。あんまり、じゃあんまりただで見られる。だからさ、で、かといって俺は別にほらその深いストーリーを楽しみたいのかないわけ。テンション楽しい気分になりたいだからさ。わかる。じゃあここでクイズです。私が移動中に、ああ、あ、暑い、暑いよ、暑い、チェリー、質問さんです。チェリー来ました。椅子は8位、椅子は行くよ。なんだよ、惜しいな。もう一回行ってって言ってばあるよ。あんま上がんなかった。なんだよ、親だから上がってほしい。なあ、なんだ今の一番待ち、一番はないよ。もうクイズなんてやってる場合じゃなくなっちゃったよ、これ。クイズ出してよ、クイズ。なんでなんだ。これ答えないよ。じゃあ、いいっすよ。クイズ出しましょう。出して。私が移動中に何度もリピートしている映画、洋画です。映画は何でしょうか。ティンキングタイム。
正解だった場合には私がペロに、うん、お好きな飲み物を持ってきます。マジで正解だった場合にはペロが買ってくると。有名な映画です。いや、まあ、知らない人いないです。知らない人いない。知らない人がいない。ただここに聞いてその映画のタイトル、まあ、見たことはないにしても、うん、タイトルを聞いて知らないって言ったら多分1割いない。なるほどね。はい、じゃあむちゃくちゃ有名です。あーなんで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 普通になんでなんで、あ、ね、75なんで考えて俺が、あーっあっあるあなんでなんでなんでもなんでねえねえあれすごいリプレイリプレイリプレイでいいリプレイでいいリプレイでいいちょっと待ってリプレイでいいスターボールはミッションインポッシブルです。あーミッションインポッシブル、ガキ追いかけば買ってば待って、わかるわけないじゃんミッションインポッシブルはみんな知ってんだろう、ね、知るしかもお前いくつ言ったよ、いくつ、まあ、しかも最後なんつったん少林サッカーユニコと書いて少林サッカーだと違うまだラッコーとかロッキーなわかるぜ少林サッカー誰が知ってんだよって。おもろいじゃん俺好きだよ面白いか面白くないか話でみんなが知ってる、ね、知ってるよね違うほら人がいなくて知ってそうじゃん知らねえ絶対知らねえよ。いや買ってこいもんやるな。いやー、厳しい答えこれないな。ただ、まあ、マックスになりました、対立後やっぱりなった。いや、ここじゃん、ここ絶対取らなきゃダメな、ここじゃん。頑張ります。あ、やってくれよ。はい、よろしくお願いします。ただ、これ質問がそこに違うんですよ、質問レベルがいくつかあったのか。50、これはチャンスです。さあ、テンパってのボクシー、これだったらある。さあ、失礼で、これ質問が60、はい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 。ああ、もう残り4ゲームしかない。行こう、やばいやばい。おい。ああ、残り2。なった。行こうもなった。さあ、リプレイ、ない話。マシン復活じゃない。モクモクとねえやめて。いや女子力自分で上げてもいいけど2人が頑張ってくれないと、もっといい女に私してもらわないと困るんで。話したんだけど、うん、なんかちょっとほら節を覚えたりとか香水を買ったりとかっていうのはもしかしたら姉ちゃんが好きな、うん、汚いおじさんができたんじゃないか。好きな人でよくない？好きな人でいいよね、それ。好きな汚いおじさん。汚いおじさん限定がおかしいでしょ。でもじゃあ一個質問です。おじさんは汚ければ汚いほど好きですよね。
くない？はい、しか言えないんだけど。いや、タナおじさんは靴とかなくてもいい、別に許してくれるです。靴いらないわ、じゃあもう捨てるわ。だから姉ちゃんがその北直さんと結ばれるように頑張るから。なんか違うけど頑張って、違うけど頑張って、うん、お願いします。ちょっと待って、やっと女の子が13人、まずやったら俺まだ1ゲームある、1ゲームある、相手がある。ここでああダメだ、ガスちゃった。しかもちょうど2枚持ってる。出会った時の電撃。あ、緑。おあんじゃね、あんじゃね、あんじゃね、あんじゃね。イエス。やっといけた。素晴らしい。